バチコイ心理学。お、続きまして来ました、ラジオネームモモンガ103、ありがとうございますアップデート進行中ですね。10までってあんまり今だけ聞いたことないです10.0、 もう待ってましたよ10をね、我々は、うん、はい、ありがとうございます。で、岩野さん、青木さん、こんばんは。どうもこんばんは。桃岡さん、飛んでるかい？ワインやビール、カクテルのノンアルコールが増えていますが、アルコールって飲む理由が人それぞれだと思うんです。一番の醍醐味はお酒を飲んだことで得られる酔っ払った時の楽しくなった感じだと個人的に考えています。お二人はアルコールを飲む理由はありますか？あと何か美味しいおつまみを教えてください、というお便りです。まあ、お酒飲む理由って人によって違いますね。うん、まあ、僕はなんか暇つぶしで飲むこともあるし、あとなんだろうな、まあ、友達とかと飲んでるときやっぱりまあ楽しいから飲むみたいなとかもありますけどね。これ調査とかあるんですか、飲む理由？ある、あって、青木くんは今やばいこと言った。というのが、暇だから飲むっていうのは依存症になりやすいんです。あー、私依存体質だからなそうなんです、あの暇だから飲むっていうのこれキルタイムって言うんですよね。はいはいはい、時間をカットする、だ寝逃げってあるじゃないですか。はいはいはい、あれも同じでキルタイムなんですよ。へえ、うん、だから大体ね、まあ私も依存症の治療に関わってるんですけど、帰ってきてやることなくて暇だから飲んで酔っ払って寝るっていうのが結構パターンなんですよね。なるほど、うん、なので、そのなんだろう、まあ、心理学者としてもそう思うし、飲み屋の息子としてもお酒は気絶をするための薬物ではないよ。うん、確かに、あのお酒を醸すっていうんですよ、その醸造することをね、作ることを、うん、醸すっていうのはお酒を醸すの醸すがそのまま和を醸すの醸すなんですよ。うんうん、本来は仲間とかで親しい人で楽しい時間をするための演出物なので、はいはいはい、できれば楽しい気持ちで誰かと、一人じゃなくて誰かと一緒に飲んでもらえたらいいなって思ってます。そうですね、一番いいですね、理想的に。うん、まあ、もちろんね、そのしんどい時に飲むっていうのは結構ありますよ。うん、実際対人場面の不安ってアルコール飲むとガッと下がるんですよ。うん、アメリカのデータで出てるんですけど、うん、だから不安系の人って結構お酒とか飲みやすいんですけど、そうですね、結局それも耐性ができて効果薄れてしまうから、うん、あんまりそのなんか、いや使っちゃダメってわけじゃないけど、それだけに頼りすぎるとちょっと心配かな。うん、確かに。じゃあ岩野さんはカモス系がやっぱり多いですね。やっぱそうだって、青木くんとさ、今なかなか会えないけどよく一緒に飲んでたじゃない。まあまあ、それはそういう飲み方が一番面白いですけどね。ただ飲みすぎてたとは思うけどね。だとしても暇だから飲んでるわけではないけど、飲みすぎてはいた。いや、散々今ね、ちゃんとしたこと言ったけど、学生時代のね、我々なんかさ、やってらんねえよ、なんです論文飛んでんだよな、青木くん、そうっすね、山野さん、ナイスねって言っても、つっさけまた来いって感じだったから。そういうのをカモスって言うんですか。それはね、すいません、バカだったんです。そうっすね。あと、なんか飲み方としては、なんか家帰ってから帰ってきて、ちょっとスイッチを切り替え、リラックスモードに切り替えるのに、ちょっと酒のプシュッて音聞くとなんか切り替わるみたいなところがあると思うんですけど、それがどういう効果を狙ってるんですか？アルコールはやはりその麻痺っていうかね、そのダウナー系って言われるんですよ。薬物ってテンション上げるのとリラックスするタイプがあって、うん、アルコールってダウナー系なんですよね。だからちょっと緊張が少しほぐれたり、うん、あとね、まあ、よくないんだけど、俺スイッチ切るの下手なんですよ。あ、はい、うん、だからね、そのお酒飲んで強制的にそのちょっとこうリラックスさせてるところがあるから、まあ、あんまり良くないと思うんだけど、まあ、強制遮断みたいな感じですよね。うん、まあ、そういう風なメカニズムはありますね。だからまあ本当はお酒で切り替えるよりも他のことで切り替えた方がいいと。本当はね、まあ、暇つぶしも酒じゃない方法で暇つぶした方がいいですね。
ただまあそうは言ってもこのご時世、ね、自粛が随分解かれましたけど、うん、なかなかその大っぴらにいろいろね遊べるわけではないから、コーピングの対処のなんだ引き出しを増やすっていう意味でね、お酒がまあちょっとしたお役に立つんだったらありなんじゃないかなって思いますね。まあ切り替える方法も暇つぶしの方法もたくさんあるに越したことはないんで、うん、お酒以外も最近私もなんかヨナさんにあやかって Kindle じゃないですけど、うん、iPhone、Apple の Book の方で本読んだりとか、あ、そうなんだ。あとなんか家帰ってとりあえず風呂入るかって言って酒飲む前に風呂入るっていう方法とかも使ってるんで、おお、いいじゃんいいじゃん、いろいろ工夫はできると思いますけどね。あとあれですね、何か美味しいおつまみ教えてくださいと、これはやっぱ青木くんじゃないですか。これはもうカモス4ですね、やっぱり。私は何だろうな、なんか前も話したような気するけど、ホタルイカかね、やっぱり。あ、日本酒に合いますな。あと最近なんかあの、タラコ好きですね、結構。タラコそうなの？送ってあげようか、今度。あ、食べたいです、うん。タラコが好きで、タラコ食ってますね。お酒と明太の方、それとも明太の方。あ、そう、送る送る。あとは最近の最強のつまみはキュウリの浅漬けです。あー、なんか有名なんだってキュウリ。いや、はい、なんか浅漬けの素をなんかあので漬ける方法を知ってから、え、これめちゃくちゃうまいじゃんと思って、うん、ずっと食ってます、あの浅漬けの素キュウリにつけて。あ、いいね、それね。まあ、いくらでもあるけどね、マリアージュだったらウニがいいだろうし、うん、ホタテも美味しいし。俺ね、うん、あれですね、キュウリじゃないけど、その、千枚漬け、京都の。ああ、美味しいですね。あの、ニシリっていうメーカーっていうのかな、あそこの千枚漬けがね、俺、すごい好きで、うん、京都行ったらよく買ってきてましたね。株っすか、千枚漬け。株だね。株ですよね。だから株のね浅漬け本当に好きで、自分でもたまに作りますもん、うん、すごい。僕も千枚漬け結構好きですけど、作るまでに至ったことない。どうやって作るんですか、あれは。まあ普通に薄く切って、なんだっけ、水と酒と塩かな、あと酢、うん、を、まあ、ちょっと煮沸っていうか、まあ一回煮立てて冷まして、その中にボンって入れるだけ。あ、結構簡単に作れるっちゃ簡単に作れるんですね。うん、だから正月のほらおせち作るときにさ、亀甲かぶらとかってやるじゃないですか、うん、あのちょっとなんか線縦横に入れてさ、なんか菊みたいになるやつ、ああいうのもそういう浅酢に入れて作ったりしますからね。そうっす、岩野さん最強の暇つぶし、おせち料理作りがそろそろやってくるんですね。ああ、そうだね、料理そうね、好きだからね、作るのね。なんか新しくチャレンジしてみたいお酒のつまみとかってなんかありますか。そうね、バターソルトピーナッツ。バターソルトピーナッツ。あ、ね、ソルトピーナッツって結構昔からあるんですよ。あ、ジャズの名盤でソルトピーナッツっていう曲があるんだけど、ピーナッツを普通のね、その塩ついてないやつを、あの塩でちょっといるんですよ、うん、でバターちょっと入れて、それがね結構洋酒ウイスキーとか焼酎とかには あったりするので、あ、そうなん、ちょっと一回作ってみようかなと思いますね。じゃあからし明太子とバターソルトピーナッツを福島までよろしくお願いします。すぐ送るからね、バチコイ心理学。今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。